1954年11月29日、蔡厚氏州国会副議長が会見案可決を宣言したことに抗議する李鉄章。死者後入会見とは、1954年11月に行われた大韓民国憲法の第二次憲法改正の名称である。賛成票が一票足りず、本来なら否決されるはずの憲法改正案を数学上の 死者誤入の論理を援用して強引に可決したと宣言したことで名付けられたもので、1952年の不残政治波動に次ぐ政治的事件となった。1954年当時の大韓民国憲法では、大統領の任期は一期四年で再任は一回のみ容認されていた。そのため、1952年の大統領選挙で再任された。 立昌番大統領は、任期が満了する1956年には、大統領の座を退かなければならなかった。しかし、終身大統領となることを目論んでいた、立昌番は、憲法を改正して、再任制限を撤廃することを目指した。憲法改正に先立つ5月20日に行われた第三大国会議員総選挙において、 大統領与党である自由党は会見に必要な3分の2議席を確保するため、警察組織を利用した選挙干渉や不正選挙を公然と展開した。 にもかかわらず自由党の獲得議席は総議席203議席中99議席に止まり3分の2に当たる136議席を確保することができなかったため無所属議員を入党させて第3代国会開会後の6月15日までに136議席を確保したそして9月6日に自由党議員135名の連勝による憲法改正案が 国会に提出された。現職大統領に限り参戦禁止条項を撤廃する。大統領が何らかの理由で職務遂行ができなくなった場合は副大統領が残りの任期を継承する。国家安全に関する決定は国民投票によって行われる。国務総理と国務員に対する国会の連帯、不信任権は廃止する。会見案の特徴は 前回1952年の抜粋会見で規定された現行憲法における純責任内閣制的な政府形態を大統領中心性に変更するとともに高齢の理正万大統領が職務を遂行できなくなった場合自由党の副大統領予定候補となる李希法が大統領から合法的に政権を引き継ぐことができるようにした点である。 立正番大統領の終身大統領への就任を意図したものであったため民主国民党をはじめとする野党及び無所属議員は会見反対と総委員会を結成して会見反対運動を猛烈に展開した。与野党は激しい攻防を繰り広げた末11月27日に会見案の評決が行われた。評決の結果 在籍議員203名中となり、会見に必要な136票に1票不足したため、蔡厚市州国会副議長は、会見案の否決を宣言した。この結果に慌てふためいた自由党は、翌28日に、緊急の議員総会を開いた上で、会見に必要な203票の3分の2の正確な数値は、1 3 5 3 3 3 3であり、 自然人を整数ではない小数点以下まで分けることはできないから死者誤入の論理によって最も近い値の整数である135票を得た会見案は可決されたとみなすべきであり、再副議長の否決宣言は錯誤によるものであるとの声明を発表し、政府も同様に会見案は通過したものとみなすという見解を発表した。 これを受け、翌29日の国会は、再副議長が、先日の否決宣言を撤回して、会見の可決を宣言した。これに反発した、野党議員は、議事堂から退場し、与党自由党のみで、会見同義を満場一致で再可決し、これを受けて政府は、憲法が改正されたことを、直ちに広告した。与党の強権的な姿勢に対する民衆の反発も、 強く、2年後の4月革命の延因となった。またその後憲法の改正規定が変更され、改正時の大統領には、改正内容は適用しないこととされた。当時、国会議員の間接選挙によって選出されていた、大統領を、李承晩自身にとって、有利な直接選挙に変更するための憲法改正を、半ば議員を脅迫する形で行ったものである。 不正選挙についての詳細は、第3代総選挙与党による不正選挙を参照。ありがとうございます。